力の一つアーキバスグループから工事が出ている。独立傭兵各位、これは当社系列企業シュナイダーからの依頼です。作戦地点はベリウス南部グリッド135。目標は当社と競合関係にあるベイラム系列企業ダーフォンの MT 部隊殲滅です。当社はグリッド135を汚染市街の調査採掘における共闘歩と位置づけています。コーラル調査における優勢を確保するには独立傭兵各位の協力が不可欠。アーキバスグループはその奮闘に期待しています。ブリーフィングは以上です。よろしくお願いします。ルビコン進駐を行った生涯企業勢力の一つベイラムグループから工事が出ている。独立傭兵の諸君、ベイラム同盟企業ダーフォンによる依頼を工事する。ルビコン解放戦線が汚染市街にボース製の移設型砲台を配備した。あの市街自体に価値はないが、ポーラル調査領域を拡大するには抑える必要がある。野心ある諸君、解放戦線の砲台を全て破壊せよ。我々は MT 撃破に対しても追加報酬を用意した。可能な限り敵方の戦力を削いでもらおう。これは諸君らにとって手堅く実績を作る好機だ。奮闘を期待する。依頼主はルビコン解放戦線、ブリーフィングを確認しろ。壁の喪失は我々にとって手痛い一撃だった。だがあなたは企業の犬というだけではない。そう信じ協力を要請させてもらった。内容はベリウス地方における MT 製造で知られるボース第二工廠の調査だ。ボースは顧客を選ばない。我々の戦力維持には欠かせない企業だ。その彼らの第二工廠がアルバを境に突如として音信不通になった。ただの回線不調なら見て帰るだけなのだが、なんというかストライダーのこともあり内部でも慎重派の声が大きい。身内の恥をさらすようだがあなたの助力をもらえると助かる。